あなたは誰のために働きますか。これすごく大事なポイントなんです。今までは自分のために働いてきたけど、もうある程度の年齢いったんで、その人は店長ね、店長さんは仲間のために働きたい。今回は仲間のために楽しい職場を作る。そういうために自分は働きたい。自分は頑張りたい。こういう言い方をされてたわけです。で、一人一人がそれ違うわけですよね。やっぱり職場にあるメンバー、経験値も違えば年齢も違う。そうなると、やっぱりそこの誰に働く、誰のために働くかっていうところにすごく大きな、なんかエネルギーがね、要はなんていうかな、モチベーションがそこで変わってくるわけです。それをね、ちょっと意識するだけで、やっぱり変わると思うんですね。うん。まあ、あなたのために、要は自分のためにっていうのが一つありますよね。うん。他にないですか？今言って家族のためにってありますよね。で、家族、結婚したら家族やし、子供ができたら子供のためってありますよね。で、今、皆さん独立されてるから、独立をされてる人であれば、社長とかが自分だから、ね、職場の中であれば、例えば雇われてたら僕は社長のためっていうのもあると思うんですよ。社長にお世話になって、社長に期待をされてるから、社長に喜ばれるためにする。これもあると思うんですよ。そうですね。今だったら、お客さんのためですよね。おー、来ましたよね。ね、お客様のためってありますよね、もちろんね。うん。うん。それすごく大事ですよね。今だったらっていうのは、要は独立されたのね。うん。そうですね。看護師さんのためだったら、患者さんのため。患者さんのため。うん。まあ、病院のため。病院のため。うん。その雇われてる、うん、雇われてる時であれば、仲間と一緒に楽しくやるっていう仲間のため。仲間に、うん、うん、要は迷惑かけないように自分がそのチームワークで働いてるんであればそうなりますよね、うん、そうですね、うん、難しく僕めちゃくちゃ難しく結局聞いてるようで、実はそういうことなんですよ、うん、働くとは何ですかって言った時に、そういう一人一人を意識してその周りのために動くってことですよね。よく言いますよね、僕はい働くとは働くとは旗を楽にするそうですよね。そうそうそう、そういうことなんですよ。だから誰のために働きますかって、ここ意識してくださいね。家族のためっていう人もいてれば、その今フリーランスになって独立すれば、私と同じような悩みを抱えている人があったら、その人の悩みを解決するために頑張る、 それがお客様のためになるっていうね、考えてやる。それとか恋人のためとか、結婚したかったら結婚するね、ためにやっぱり、稼ぎをちゃんと持たなあかんしね、経済的なことをゆとりを持たなあかんから、そのために頑張って出世をしていこうっていうね、これもやる気になりますよね、うん、で仲間のためとかで、最終的にこう年齢がいけばいくほど、やっぱりなんか社会貢献とかそういうのもやっぱり出てきます、うん、やっぱりお金だけではなく、そのなんか、お世話になった地域のために働くっていうのもあると思いますね、うん、まあそういうのも全部ひっくるめてですね、ひっくるめて働くとはというところね、言いましたけども、人が動くって普通は書くけども、これ人が動いたら働いたことになるかっていうところが勘違いされてる人が多いんで、まあ言っときます。高校生ぐらいのアルバイトの子を教育してるときに、ずっと昔の話ですよ、この子すごく可愛がられて、すごくこうなんていうかな、成長するの早いなっていう人と、この子なんか要領はいいけど全然成長せえへんなっていう人がいろいろあるわけですよね、いろいろ見てるとね。でアルバイト初めてっていう人を一緒にこう教育していくときに、ある人は一生懸命働いてるっていうことを自分でアピールしていくんですよ。僕はこんだけ頑張ってんのになんでとかいう、こういうアピールするわけですよ。で頑張ってるってことじゃ、何々君どうして頑張ってるって言えるのって言ったら、いやこうやって動いて頑張って、なんていうかな、自分なりに一生懸命動いてます、頑張ってますって、こういうわけです。頑張るとか動くっていうわけですよ。じゃあその動くっていう、この人が動くって動いたら、その動いたことによって、周りに旗を楽にする動き方になってるって考えてみてっていうわけですよ。もしかしたら自分で一生懸命頑張ってるって言うけども、こう職場っていうのはチームワークよね。自分が勝手に動いたことによって、すごくそのなんか、不協和音が出るような行動になってることってない？それって旗を苦にしてることになるへん？自分が一生懸命動いてるけども、ね、
何や、一緒、みんなで一緒にこう、なんていうかな、やっていかなあかんときに、自分だけ前に出て、結局目立ってしもて、ね、大事な約束を一個も守れてないということがある。そういうことあるわけですよ、職場の中でね。で、それは、実は、動いてるけども、旗を苦にしてる働き方なんですよ。で、いつも言うわけ。うん。だから、旗く、よく昔、叩かれたんです。僕ら、バン、頭叩かれたりする。昔ですよ。今はこんなことしたら、パワハラになるけど、昔のね、やっぱり柔道とかね、いろんなクラブやってる人はわかると思うけどね。先生にね、頭パチンってされるぐらいいっぱいありましたよね。スリッパでパンと頭叩かれたりね。これ、今はこれ、あきませんよ。うん、あかんけど。昔はそんなにあったんだから、それ、叩くってよう言われた。叩かれるとか言われた。で、それを考えていくと、やっぱり、人のためになってない人はね、よく叩くになるんです。叩かれたんですよ、うん。よく怒られたんです、僕らも。うん。人に迷惑をかけてるような働き方をするのは、叩くになる。だから、働くとは、実は、こう、旗を楽にすることになるんです。それを意識をしっかりとされてないと、根本はここなんですよ。これはもうどんな大きな経営者も、どんだけ大成功している人も、これは絶対考えてるはずなんです。でないと、結局自分の自分よがれで動いたことによって、別にお客さんのためにもなってないし、仲間のためにもなってないし、逆に言えば悩ましてるかとかありますよね。それをいつもこう自分を客観視しながら、やっぱり考えておく。意識をしておく。これはもう僕も含めですけど、なんかこう、惰性になんか働くってなっていくんですよ。だん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 繰り返し同じことをしていくとね。でもその時には必ずその人っていうのがそこに介してるってことを、これ絶対忘れたらあかんわけですよね。この今日は写真であるように、この介護をされてる人、この働いてる方も、この対象になるこの高齢者の方の家族とか、その家族をもっと言えば、この方が生まれてきて、生きてきたその人生の物語、ストーリー、そこまでイメージして、頭の中で考えて接することができるかどうか。もうその意識っていうのが、実は、その働きが、働く側のね、意識によって、ちょっと努力すれば、やっぱりこう、分かれるわけですよね。それをやっぱり意識されてやってる人とそうでない人はやっぱり働き方に大きな差が出てきます。これはもう僕いろんな方を見てきて、自分もそれを勉強させてもらって、ね、いろんな大先輩とかにも教えてもらったりとか、いろんなアルバイトしながら、やっぱりこの上司の言葉ってすごく影響ね、いい意味でも悪い意味でも、反面教師の人もいてれば、いい意味の人だったらもう言葉一つでそれを考えて旗を楽に頑張らそうとする、そういう言葉書きをするやろし、 ある人はこの人その発言一つ一つが破綻になるやんって思う、僕はこういうふうにならんようにしようっていう反面教師になったりとか、まあ、本当にね、働くってね、僕いつも言うけど、自分の経験したことの一つの光をね、こうやって旗に灯していくっていう、ね、たくさんの方々の心にポッとこうね、一つ一つこう、何て言うかな、イメージとしてはそんな感じですよね。これがストロークって言いますけども、一つの明かりっていうのは、一つの言葉でもあるわけです。何々さんよく頑張ってるよね。どんどん見守ってるからね。応援してるからね。こうやって、なんか明かりを灯していく。で、パッと灯していけば、なんか頑張る気になるとかってありますよね。なんか信頼されてるとかね。それをね、まあ僕はこの一つ一つのこの働き方の中に意識をするっていうのはすごく大事かなと思います。悲しいから今 SNS なんかでものすごいその誹謗中傷多いよね。こういう意識がね、欠けてるんやと思いますよ。やっぱり自分が発した言葉が相手のその心にどんだけこの何、明かりを灯すどころか、明かりを消してしまうか、やる気を消してしまうかっていうことを考えていけばね、やっぱり今の誹謗中傷なんかは本当にこういうこと考えていけばなくなるはずやと僕は思ってるんですよ。だから、そのマイナス的な言葉は SNS に書くなって僕はいつも言いますね。書いて何や、相手が喜ぶことないよね。マイナス的なことなんか。自分の愚痴を出したところで結局相手には喜ばれない。そう考えた時には、やっぱり SNS っていうのはそういう部分で自分の恥をさらすんやったらいいですよ。自分はこんなんです。バカやってるでしょ、みたいな。こんなんやったら人をほっこりさせるわけですよね。まあ、そんなことをね、考えてね、ここ最近ね、思ってるわけですよ。うん。まあ、成果が出る出ないでもいっぱい悩んだりする人多いですけど、結局、自己責任なんです。
って言ったらもうそこまでやけど、自分の働き方が全部原因を作ってるということです。成果が出るとか出ないかっていうのは結局そういうことですね。結果的には自分がどういう働き方をしたかによって結果が出ます。だからその働き方のエネルギーですね、まあ今さっきから僕ずっとちょっと偉そうなこと言ってますけども、自分も含めですよ、こうやって言い聞かせるために話してるわけですけど、もうさっきも言ったよね、本当に今の自分はこの明かりをみんなに灯していることができてるかなって、こういう感じのねイメージをねいつも頭の中に浮かぶわけです、浮かばすわけですよ。そしてこれはたくさんの人になってますけども、この一つ一つは全部大切な、まあ、仲間であったり大切な家族であったり大切なお客様であったり、さっきね誰のために働くってありましたよね。だからそういうことでもあります。だから亡き両親のためにっていうのもあるんですよね。もう毎朝僕トイレの中でね、両親の顔を浮かべていつもこう祈りをいつもやる、祈りと感謝をね捧げます毎日、そうするとやっぱり顔が浮かんでくる。そして、幼少期からずっとこう育ってくれた時のこのいろんなイメージを毎日そこをちょっと一旦初心に変えてね、感謝の時間にするわけです。これトイレタイムの中で、トイレの中で臭い中でやるわけですだけどね、一番ねトイレって落ち着くんですよね、一人やからね、なんか人間って特にそうですもんね。人間って特にその働くっていうことを深く追求してやっていく動物だと思うんですね。ある意味その、職を失う時期も僕もあったんでね、職がない時のね辛さってやっぱりあると思うんです。失業して 6ヶ月ぐらいはもうね失業保険もらいながらいろいろ考えましたよ、だからやっぱりその働けるありがたさっていうのはね、これもまあ考えていただいたらいいかなと思います。これ全てに共通することだと思うんで、ぜひね皆さんね、今の誹謗中傷の話もそうですよ、働くって大きなお金を稼ぐっていう意味だけでなくて、ストロークって考えるんですよ、投げかけっていうことです。言葉の働くっていうのもあるんです、言葉を働かすっていうのが ね、何々屋さんに期待してるよっていうね、期待してるよっていう言葉と、これ期待っていう言葉はあんまり使わん方がいいんですよ。金メダルを取れんかったら期待してるからみんな腹立つんですよ。あいつもあんなとこ失敗したんってなるわけですよ。人間って期待したらそうなりますよ。誰に期待しすぎたら。子供もそうですよ。自分ができなかったことを子供に託すっていうのも、これはもうそれはありますけど、それは応援で、最終的には応援して何があっても、マッパパも守ってあげるから、応援するから ね。あなたの未来に期待してるんじゃない。期待は自分でやっていったら自分の人生だから、全て何があっても応援していくからっていうふうにして陰でサポートするっていうのが、これ本来のね人を応援する、考え方なんですよ。だから期待っていうのは僕あんまりね期待しない方がいいと思ってますわかります、本人にプレッシャーになってしまうからね、そういうふうにして一つ一つの言葉をこうチョイスするときも、やっぱりストローク、ね、投げかけが相手にとって旗を楽にする、相手がね楽になってるか元気になってるか癒されてるかっていうことを考えて、もしかしてこうプレッシャーになってないか苦になってないか、そういうふうにして考えて選ぶっていうのも、まあこれ働くという意味にも通ずるんでね、ぜひぜひ、ちょっと意識してみてくださいということでございまして、はい、書いてくれてますよ。ヒデさん、いいテーマのライブ配信ありがとうございました。結構多く深いですからね。これね、大事な、仕事で行き詰まってる方とか、いろんな人間関係で行き詰まってるのも全部この考え方で解消しますから。はい。ぜひぜひ、ちょっと意識ね、してみてください。それではまた来週、ありがとうございました。